おはようございます。今日も最高の一日にします。来ました。30分ぐらいやります。朝食食べに来ました。ジムの帰りです。ではこれからシャワーを浴びてスタバに行きたいと思います。スタバに向かいます。スタバに行った後にちょっと無印に行って、それから図書館して、スタバでまた勉強します。最高の一日にしましょう。歩きます。だいたい3倍の時間がかかります。軽い有酸素だと思って前向きに行きましょう。さあ着きました。今日はプログラミングの模写デザイン、模写をしてみたいと思います。と思ったら前にマックがあるのでマックでランチ。家に帰ってきました。図書館で3冊の本を借りました。1つ目がストレッチメソッドっていう本ですね。ストレッチ系の本で、2つ目が柔軟力アップ集中トレーニングで、最後がピラティスの本です。私トレーナーをしてるんですけど、体がすごく硬いので今回柔らかくなっていく過程をこの動画に収めていきたいと思います。で、その柔軟性を高めていく過程の動画は別の動画で出しますので、今回は本の紹介だけしております。今日も最高の一日でした。おやすみなさい。